検察側は新しい証人を要請する。新しい証人。おお、その方はどういう。殺し屋サザエモンの依来人は誰か。その疑問に完璧に答えることのできる人物だ。バカな、一体誰なんだ。殺し屋サザエモン本人だ。なるほど、ご本人ですか。 殺し屋が証言台に立つと紹介しよう。殺し屋サザエモンだ。証人、こちらが見えているか。ええ、早速始めましょうか。では証人、名前と職業。名前は殺し屋サザエモン、殺し屋を営んでおります。いやいや、 何ですかこれは。先ほど届いた通信機だ。電波の逆探知をしないという条件で証言をすると。しかしこれでは本人と認めることはできません。は、では少々お待ちを。焼きそば食べたい。今のは一体。指示なし。その人を殺し屋本人と認めます。
私の依頼人は神谷キリオ様でございます。そんな違う、私じゃない。わかったな証人。どういうことだ。殺し屋がケンジさんを裏切ったのよ。大太郎の名を証言するはずだったのね。依頼人を守るためか。 Thank you.
Thank you.